はい、皆さんこんばんは。こんばんは。こんばんは。はい、ということで今日はおかずと一緒にワイルドリフトパッチ音声サミ読んでいきたいと思います。はい、なんとこのノリ2回目です。はい、なんでね、今回はもうね、さっき1回目は16分17分とか読んでたんですけど、今回はですね、もう10分以内に読んでいきたいと思います。イエーイ。はい、まずですね、ワイルドパスで、はい、かくそかわいい指来ました。皆さんこれ買ってください、絶対買ってくださいよ。はい、まず指がハムとチーズのサンドイッチになっちゃうなんてってところでね、買いです。はい、次。はい、あとね、皆さんね、私のこのパチノト解説ですね、時間の方ね、ここからがこれだよとかやってくださるとですね、コメント、自分の概要欄に入れるとですね、そこタイムのあれができますので、皆さんよかったら書いてください、よろしくお願いします。はいはい、はい、じゃあチャンピオンのバランス調整、はい、エイトロックスがバロンレーンでバフされました、イエーイ。なんですけれども、結局ジャングルでエイトロックスが強いので、あまりトップでは使われないと思いまーす。そうですね、まあ、さっきも話したんですけれども、ジャングルのエイトロックスのですね、アルティメットを使いながらのガンクというのが非常に強力となっておりますので、ジャングルの方が強いと思っております。はいはい、続きまして、今回のね、結構強いポイント、まあバフとしては結構すげえんじゃね、2の方ですね、明かりの方のお話になりますと。はい、でこれはですね、まずパッシブというか、スキル使った後の輪に出るの移動速度が上がったっていうのと、1スキルのダメージ量、キー消費量がね減ったんでね、低レベル帯からこうハラスができるんじゃないかというところと、またねこう移動速度上がってますんで、インアウトがカバディしやすくなったんじゃないかなと思ってますんで、ミッドで明かり使ってる方、使ってない方、今まで使ってこなかった方、これを機に使ってみましょうってぐらい強いと思います。はい、次。はい、アクションですね、こちらですね、レベルアップごとの攻撃力の増加量が増えておりますので、後半強くなったというのと、当然の報いアルティメットですね、こちらも最小ダメージと最大ダメージの方増えておりますので、まあアクションを、最初から使ってた、私ミッドでキャリーしてたよって方は強くなったってだけで、結局こう序盤とかこうアクションの使い方とか序盤はあんま変わってないんで、はい、使わなかった方はあんま関係ないです。まあね、終盤弱かったキャラがちょっと強くなったよというところです。はい、はい、でファントが、フィオラのファントがたわにダメージを当たるようになったそうです。面白いですね。はい、変わりません、特に。はい、続きましてイレリアですね、こちらもまああんまり関係はないのかなと思うんですけれども、2スキルのダメージ軽減率が、増えてます。でダメージも増えてます。なんでイレリアを使ってる方は歓喜ぐらいのレベルで、結局ね、1スキルとパッシブをいじられないと、このキャラはあんまり増えないと思いますので、はい、使った方おめでとうございますっていうのと、さっき話したんですけれども、こう魔力のね、7% っていうのがこのダメージ軽減率あるの知りませんでしたのでですね、魔力をなんと600積むと相手のダメージを全てカットすることができます。なんで皆さんね、 AP でラバドンでスキャップでもなんか積んじゃって、ね、集団戦入ってって2スキルだけ使って全部軽減してみるのはいかがでしょうか。嘘です、そんなことしたら怒られるのでね、絶対やらないでください。はい、はい、今回の大目玉来たジャーバン4というところでね、私一押しジャングラー、ジャーバン4がなんとバフされましたというところでね、ね、最近ちょっと自分のジャーバン4の動画が出たと思うんですけれども、まあクソ強かったと思います、皆さん見ていただいた方分かると思いますが、そのなんとジャーバン4がバフされました。うわー。はい、まずですね、こうパッシブのね、なんか初めてのなんかチャンピオンにオートアタックするときにダメージが増えるみたいな、武魂の律動ですかね、なんと 8% 追加ダメージ与えてたのが短くなります。でさらにですね、こう2スキルの、シード値が増えました。最大体力の 4% というところでね、だいたい1000から3000ぐらいと、まあ、レベル1から16で考えると1000、まあ、1000は言い過ぎだな、まあ800から3000ぐらいかなっていうところだと思うんですけれども、まあ、3000までいくと120増えますのでね、だいぶ2スキルで硬くなるかなと思います。さらに一番の、今回のバフポイントというところで、決戦場内では敵から受けるダメージが 12% から20% 軽減されるというクソ強スキルになりました。はい、なんで皆さんね、ジャーバン4初心者にもとてもおすすめなキャラクターになってます。自分のね動画の方にもありますので、これチェックしてジャーバン4使えば勝てるんじゃないかと思うレベルなんで、皆さん使ってみましょう。はい、はい、ジェイスが、まあ、ちょっと強くなりました。これ結局どうなん、さっきも話したけどよくわからんけど、こいつちょっと強くなっただけ。なんか3スキと1スキがちょっと強く、3スキと
アルティメットの、物理防御と魔法防御が強くなったんで、まあでも僕あの、なんかファーストストライク出て、ジェイス使ってみたんですけど、全然使えなかったんで、ちょっと使ってる人コメント欄に書いてください。これどうなったか、みんなで共有しましょう。はい。はい、で、はい、なんで強くなったねシリーズ第1位、カルマンはい、なんで強くなったねシリーズというところでね、今回もやっていきたいんですけれども、カルマのなんと1スキルと3スキルがバフされております。はい、この明治サポはね、ラックスとかね、ソラカがちょっとナーフされつつある中で、このカルマ、まあ、もともと結構かなり強かったと思ってるんですけども、あと1スキルのね、ダメージ量と3スキルの回復量が増えましたので、はい、明治サポを使うときはカルマを使いましょうってレベルぐらいで強いんじゃないかなと思っております。うん。うん。で、魔力の、シールド値増えたんで、もうどんどんね、カルマやるときはもうルーデンデスキャップとか言ってた、ルーデンデスキャップやりすぎか。なんだっけ、帝国の司令、ルーデンとかだっけ、そうそう、ルーデン帝国とかね、おすすめなんでやってみてください。はい、明治サポ、まあ最近タンクサポが強い中でカルマはね、明治サポでもだいぶやれると思うんで、皆さん使ってください。はい、はい、ミスポチュヌー、ポチュヌーが硬くなりましたっていうのとですね、まあちょっと1スキルが低レベ帯のハラスは弱くなったんですけど、後半のクリティカルダメージが伸びましたんで、うんうんうん、まあ後半がちょっと、まあ、序盤が弱くなったんでもかなりきついかなと正直思ってるんですけど、まあ当てれるか当てれないかは結局 PS なんで、うまいやつはうめえ、俺はうめえ。はい、であと2スキルのこの 5秒間ダメージを受けずにっていうのが4秒間になって、うん、でこの5秒後っていうのが3秒後になったんで、まあレーン復帰とか寄る時とか足速くなりましたよっていうのと、あと移動攻撃速度が上がりました。なんで、うん、まあ、ヨウムとか積んで脅威でなんか、やたったらエンチありますかねと思ってますけど。はい。まあ、これもアルティメットとかが結局バフされてないんで、使ってた人が嬉しいバフだと思います。はい、続きまして、なんでバフ、なんでバフしたねんシリーズ、パート 2! パイクはい、パイクがなんと後半のダメージ量が上がり、さらに、シンプルに、1スキルと3スキルのダメージが増えて、3スキルのスタン時間が伸びました意味わかりません。嫌です、はい、これ嫌です、これだいぶ嫌です。まあこうミッドとかジャングルで使われないようにこうダメージ量は調整されてるんですけど、ミニオンとかモンスターに、まあ、サポートで使われたら嫌なんで、バン筆頭候補かと思いますので、パイクが嫌な方バンしましょう。でパイク使ってる方はね、パイクのちょっとビルド教えてください、岡田さん。パイクのビルド、はい、あの靴詰めますよ、あの靴、うん、ダイナミズムブーツ、ダイナミズムブーツ、なるほど、詰めますよ、強い、はいまあ個人的にはね、ちょっとね、最初1コアだけ脅威とか言って固めるのが結構うぜえかなと、なんかデスダンスとか言って思ってるんで、そういうのでパイク使いの方はね、もう空いた時にどんどん使っていきましょう。はい、はい、でリベンのバフ、ジャングルは使いにくくして、とりあえずなんか1スキと2か3かどっちかをなんか強くしましたというところで、まあ美容しかいじられてないので、リベン使ってる方おめでとうございますぐらいのバフになります。わざわざリベン使わなくてもいいですはい、はい、続きましてサイオン、レックスくんが嬉しいバフでーすはい、これ何 3?1?2?3 か、3スキルなんかドーンってやつね、バリアのドーンかいね、3ってあれ投げるやつ、投げるやつ、飛ばすやつか、うん、ああもう変わらんからこんな使ったやつ使え勝手にはい、でゼドの2スキルが強くなりました。あとゼド結構強いと思ってたんですけどね、2スキルが強くなったというところで、うん、はい、しかも低レベ帯ね、こうだいぶ短くなってるんで、はい、頑張ってみてくださいはい、で、はい、ゲームプレイのバランス調整、はい、なんで強くなったねシリーズ第3、波動の敗者の楽園はい、波動の敗者の楽園はね、かなり自分は強いかなと思ってたんですけど、それバフされましたんで、皆さんジグスをボットレンで使いましょうもう皆さんね、もうジグスをボットレンの時はもう敵の倒せますね、敵ね、はい、敗者の楽園積んでやってみてくださいっていうのと、あとシールドバッシュはあまり関係ないんで、まあ見なくて大丈夫です。はい、追い打ちか、サドインパクト取りましょうまあね、一応あれかな、うん、ソラカとかが横にいる時はいいのかな、これって、ああ、うん、ソラカぐらいかな、うん、シールド、うん、ソラカとかラックスがいるときにまあ積んでもいいのかな、あとリベンとかで使えるんじゃないかな、あー確かに、リベンだったらサドインパクトの方がよくね、バレちゃったなんであんまり使うことないと思います基本ね ADC とかもね、あんまり波動取ることないし、はい、大丈夫です。はい、でグレイシャルオーグメントがちょっとナーフされました、うん、
でね、これは先ほども話しましたけれどもね、この今ね、おかずさんの方がアフターショックとグレーシャルオーグメントの使い分けでどういう風に使い分けたらいいかなっていうのをね、こう考えてくださってますので、皆さんそれを少々お待ちください。はい、で、はい、狙撃手来たなんですけど、これはい、説明お願いします。狙撃手、足速くなっちゃったよ。そう、あ、そう、足速くなったのだけ読みますね。もともと30だったのが、30でちょっと時間経つと50になってたのが、もうすぐに50増加するようになってたんで、だいぶ足が速くなりますよというところで、寄ったりとかね、するのが速くなってて、で、デッドマンが40なんで、それより速いですっていう話なんですけれども、これ、どういうの時に積むのがいいんですか、岡田さん。これはロームサポートいいんじゃないかなと思いますね、スレッシュとか、アリスターターとか。アリスターとかって、でも典型、あれかな、サブルーンの典型で狙撃手入れるってことか。そう、入れれるね。あ、なるほど。あ、確かに確かに。まあね、こう結構ロームする方はおすすめです。はい、はい、システム調整、リフトヘラルドが1回目のダメージは変わらずに2回目が 40% になりましたってところでね、2回目のアーンが 40% になりましたってだけです。はい、まあ、基本ね、タックすることはないと思いますので、はい、皆さんあんま関係ないです。ふん、こんな感じかな。はい、はい、で、今回のね、自分の目玉はね、ジャーバン4、そして、カルマ、カルマとなんだっけ、パイクだと思いますので、この3体ね、まあ、それぞれ皆さんよかったら使ってみてください。それでは、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価と、僕のツイッターのフォローと、おかずのツイッターのフォローを、せーの、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ皆さんありがとうございました。失礼します。バイバーイ。バイバーイ。